ブンブンバロー YouTube、 はい、ヤスオです。ウォーフレームやっていきます。本日はですね、 CS 版アップデート 22.20.6 の内容について紹介していこうかなと思います。ただしですね、今回本当にアップデート内容が濃いんですよね。深みのあるアップデートだったということで、ちょっとね、全部紹介しきるのは無理かなと思うので、まあメインの内容だけ、話していこうかなと思います。はい、まず一つ目の内容は、新規シャンダナが6つ追加されましたね。天皇元ラウンド12で、紹介されていたやつなんですけれども、ただし今回はシャンダナだけですね。他のフレームのスキンとかは、追加されずに、シャンダナ6種類が追加されました。で、まず一つ目はこちらですね。このね、背中がすごい開いてるやつなんですけれども、これ多分ノバとかそういうフレームにすごい合うんじゃないのかなと思います。ちょっとノバで見ていこうかなと思います。はい、こんな感じなんですけれども、ちょっと違うな、ノバじゃないな、マグの方がいいかな。こういうシンプルなデザインのフレームに対してこのシャンダナはすごい似合うのかなと思います。で、次がですね、まあブレードシャンダナと個人的に呼んでるんですけれども、肩にね2つ、ブレードのついた、まあこのシャンダナなんですけれども、これは結構当たりなんじゃないのかなと思います。最近はこれ使ってますね。エクスカリバーにつけて遊んでますと。で、続いてのシャンダナがマントですね。どちらだ？はい、こちらのシャンダナですね。まあマント形式の、シャンダナなんですけれども、これはちょっと微妙な感じはしなくもない。まあマントといえばね、これが本当にかっこいいんで、まあマント好きな方は、ぜひ買ってみてください。で、続いてのシャンダナがですね、あのミラージュの天の源のスキンのシリーズのやつですね。どこにあるかな、このシャンダナ探すのだるいんだよな。あ、これですね。はい、こんな感じでね、ちょっと予想とは違って、なんか高い位置にある。だって背中にくっつけられてる部分がすごい高い位置にあって、そしてこの変なビラーってしてるやつがですね、ちょっと短いなっていうのが印象的ですかね。やっぱあのミラージュシリーズのやつと組み合わせていくのがすごい、まあ合うんじゃないのかなと思います。なんでせっかくなんでね、ちょっとつけていこうかな、ミラージュに。はい、こんな感じですね。ちょっとカラーリング全くいじってないんですけれども、まあまあやっぱかっこいいね。すごいね、この光の部分が本当に凝っていてかっこいいなって思います。で、続いてのシャンダナがですね、またねちょっと似たような感じのシャンダナなんですけれども、2本ね、背中についているシャンダナですね。こちら、これもね結構綺麗だなって思っていて、ここの光の部分が、まあ、グラデーションされていてちょっとかっこいいなって思います。これも結構当たりな分類なんじゃないのかなと思います。で、続いて手がですね、最後なんですけれども、クロマと合わせるために作られたシャンダナかな。あ、せっかくなんで、クロマで見ていこうか。やっとこの翼のシャンダナから卒業する時が来たな。これでっかくてさ、分かりづらいんだよな、見づらいんだよね。シャンダナがどこだ？あった、これですね。はい、おお、やっぱクロマに合うね、いいね。ただこれやっぱりでかいよね。しかもこれ微妙に動いてんだよね。こういう風になんか上下左右にして、左右には動いてないけど上下に動いてるんだよね。地味に凝っているシャンダナということで、次見ていきますか。はい、みんなね多分思っていることがあると思うんですけれども、 UI が変わりましたね。 UI っていうか、まあこういう風に、まあ、十字キーでいつも通りね選択することはできるんですけれども、こういうなんていうのかな、まあカーソルを動かして本当にマウス操作のやつなんですけれども、これね正直ちょいやりすぎ感があるよね。まあ途中でアップデートされてね、このバツとか三角とか四角とか R2 とかのやつが選択できるようになったんですけれども、この、項目が選べるようになったんですけれども、アップデート当初はですね、この項目がなくていちいちねこういう風に選ばないといけなかったんですよ。それがマジでめんどくさいなって思っていて、あとアップデートだね、このモッド選択画面もすげえめんどくさいんだよね。これこういう風にピッてやんないといけないんですよ。あ、ちょっと元のやつが足りなかったけれども、はい、まあこんな風にねちょっと本当にめんどくさい感じになっちゃった感じですかね。ただしですね、ちょっと思っていることがあって、まあオプションでね、UI のカーソル感度を上げることによって、まあちょっとね使いやすくなりますね。はい、こんな風に、ね、サクサクいけるようになるんで、ぜひともねこの感度は上げといた方がいいかなって個人的には思います。ちょっと変えてみようか。はい、こんな感じでねすごい、まあ、選択しやすくなるんでスムーズにいくんですよ。
はい、次のアップデート内容がですね、粒子の追加ですね。まあ、GPU パーティクルの追加なんですけれども、 PS4 Pro じゃないとですね、この最高設定が選べない状態で、自分の PS4 はですね、ちょっと、ノーマルの方なんですけれども、ちょっと見ていこうかな。オプションでね、選択できるんですけれども、この GPU パーティクルが PS4 Pro の場合はこういう風に高設定選べるんですけれども、PS4 のノーマルの方だったら中設定までしか選べないと、そこがちょっと残念だなって思います。で、ですね、ちょっとアビリティ見ていこうかな。これでいいのかな。よし、どうかな、どんぐらい粒子が追加されているのか。あ、すげえすげえすげえ、この手の部分がすげえやべえ、これめっちゃ追加されてる粒子が。まあ、普通にゲームプレイしてるだけでもね、全然違ってくるんで、あ、ここめっちゃ綺麗。はい、こんな感じでね、なんか粒子が勝手に動いてんな。どうなってんなこれ。あ、まあこんな風にね、とりあえず、まあ、粒子がすごく綺麗になりますよということで、これはね、普通にゲームプレイしてるだけでも、あ、ここ粒子追加されているなっていうのがすごく分かりやすいっていうか、まあ分かるんですよ。それぐらいかなりね、こだわってるような作りなんですけれども、んー、ちょっと PS4 Pro じゃないと最高設定選べないのは残念だなって思います。そこが残念だね、本当に。はい、次の内容が土壌のリマスターパート2ですね。まあ、照明がすっごく綺麗になるのと、新しくですね、オブジェクトが追加されますね。デコレーションから装飾で、どうやってやるんだったっけ、土壌の装飾全然覚えてないんだ。あ、こういう風にね、オロキンパーツが追加されるとすっごい量が追加されますね。はい、このようにすげえんですけれども、他にはですね、道場アスレチックコースが追加されますね。ちょっと作っていこうかなと思います。どうやって作るんだ、道場のアスレチックコースって。部屋を作んないといけないところから始まるのかこれ、もしかして。はい、完成ですね。このような空間、すっげえひでえなこれ。うわ、めっちゃ広これ。ちょっと作る場所しくったな、これ。すげえ適当に作っちゃったけれども。早速、あ、なるほど。ここで、コースを走るということですね。なるほど、なるほど。じゃあ、せっかくなんで、ちょっと、土壌の建築していきますか。はいはいはい。あ、すげえパーツ。なんだろう、これ。接触すると消滅するフロアタイプ。おー。はあ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 。ファイアトラップとかあるんですね、これ。さて、次の内容はですね、セファロンシマリスのアップデートですね。新しくウィジットが追加されました。このように親切スキャナーで敵の弱点と耐性を表示するようになると。これ、何なんだろうな。ちょっとこれ気になるんだよね。この耐性と、その弱点。まあ、弱点部位を追加するっていう感じなのかな。この耐性が表示されるのがちょっとよくわからないんですけれども。はい、でさらにですね、新モッドが2つ、追加されました。ジンのモッドとウリムのモッドですね。この、2枚のモッドは多分ね、めちゃくちゃ強いですね。ウリムの、そう、増強モッドもこういう風に状態異常を無効化できるので、ガス、まあ、ガスじゃない、毒、そして切断を無効化できるので、これは強いなって思います。さらにですね、ジンのやつは自動的に復活するので、まあサクリファイスだったっけ、あの復活するモッドと組み合わせることによってかなり、まあ、強いのかなと、はい、思い、あ、何このブーメラン、鉄心ブーメランがここで買えるようになってんだけど、あー、そういうことだったんだ。全然知らなかった、この鉄心ブーメラン買えるようになってんのは。なるほど、じゃあちょっとスキャンしてみようかな。あー、そういうことが、右側の方にちゃんと出るんだね。あー、そういうことか。あ、ちなみにですね、今、コンバシリーズと戦ってるんですけれども、コンバに対してもちょっと変更が加わってますね。まあこのようにですね、無効化フィールドを展開するといった感じの敵になりましたね。はい、このようにこんな感じですね。ちょっとこのフィールド見づらいなって思っていて、まあ、ナリファイみたいに色つけて欲しかったなっていうのが、まあ、素直な感想ですかね。でもまあこれでコンバが、コンバは本当に近くにいるだけで永遠と、まあ、無効化されていたので、このフィールドにさえ触れなければ無効化されなくなるっていうのは、まあ、すごく戦いやすくなるのかなと思います。コンバシリーズの完全にこれはナーフですね。
いいナーフだぞ。この調子でシールドランサーもナーフしてくれ。はい、次の内容がですね、サリンのリワークですね。まあ散々言われてきたことなんですけれども、まあ全体的にアビリティの内容が見直されてですね、まあスポアが全体的に変わったのかなと思います。まあ感染属性から、腐食属性に変更されました。で、ヘビーガン155レベル20体出してみます。で、とりあえずスポアかけていきますか。はい、このようにですね、かけたら、右下の方にですね、新しく UI が追加されましたね。はい、このようにかけている間、どんどんダメージが上昇していくんですよね、この数値通りに。で、さらに、どんどん与えていくんですけど、ダメージを与えていくんですけれども、ですね、これ、なくなったらですね、ちょっと、あ、スポア割れない、全然。どうやって割ればいいんだ？ちょっと敵倒してみます。全部。はい、このようにですね、敵にスポアがかかっていないと、どんどんですね、この数値が下がってしまいます。なんで、まあ、できるだけ常時かけていくような感じの運用になってくるのかなと思います。いや、ちょっと予想以上に強えな、このサニー。なんか、腐食ばらまけるだけでも、だいぶ強えな。どうなってんだ、これ。やばみですね、これ。あー、すげえな。もうなんか、走行値削り切っちゃったもん。だいぶ強みだな、これ。で、再発動でどうなんだろう。あ、消えないアップデート入ってるんだね、今回の、アップデートで。実装当時はですね、スポア再発動で全部割ってたんですけれども、消えないね、これ、再発動じゃ。あと重要なことを忘れてた。ですね、近接の武器がですね、壁を貫通しなくなりました。ちょっと試していこうかなと思います。範囲広い武器でやっていきますか。はい。このようにですね、はい、壁を全く貫通しなくなりましたね。いやー、これはちょっとつらみではあるけれども、まあまあまあ、メレー武器の 3.0 じゃなくてリワークでね、また大きく変わってくるんじゃないんでしょうか、きちんときたら。はい、今はちょっと厳しいですね、これ。はい、壁貫通しないの。この奥にも敵がいるんですけれども、全く当たんないですね。以上、野草でした。またね、バイバイ。